推しのトップ3にメッセージを呼ばれるなんて。この上なき幸せ <laughs> キンコンカンコン。キンコンカンコン。おごめん。大分の高っち親方です。さあ、今回はアイドルハロープロジェクト。グループはモーニング娘2-1です。 なんとも、幸せなことが起こりました。<laughs> え前回に引き続きまして、ラジオ番組、モーニング女学品、私の投稿が読まれましたイェイもうおまけにですね、もう正直、えー、今回のメンバー3名は、えー、娘のその、推しのトップ3なんですね。えー、野中美希ちゃん、牧野マリアちゃん、横山レイナちゃん。もうね、これはね、もう絶対投稿しないとね、 もう死んでも死にきれないわということで、えー、投稿させていただきました。すると、なんと読まれました。おまけに一番推しの野中チェルに読まれました。Thank you. ということで、まあね、完全に、まあ私の個人的なことというか、えー、喜びでございますが、えーまあ、私の投稿、どんな投稿だったのかというのをですね、えー、簡単にご紹介をいたします、えー。また本編ですね、ラジオにつきましてはラジコとか、あと実は YouTube でも、えー、ですね、本編上がっておりますので、まあ、そちらをですね、ごお聞きいただいて、まあ、他の人の投稿と合わせつつ、えー、私の投稿、まあ幸せをですね、シェアいたします。 どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。えー、それでは最初のメッセージということ、言いますか、まあ、私のメッセージなんですけれども、今回もその原文、そのままですね、えー、ご紹介いたします。えー、今回ですね、まあ、あの3人いますけれども、えーそれはまあ、ペルソナと言いますかね、ね、えー、今回、まあ、メッセージ、主に意識した相手は横山。 横山玲奈様でございます。ね、埼玉県出身の二十歳の、ね、女の子でございます。まあ、彼女はですね、もともとね、こう見た目はこうしとやかな感じなんですけれども、ね、実際はもうね、テンションが高くて、どんどんギャグもぶっこんでいじられるキャラなんですね。えー、まああの、ヤンタンですね、えー、ラジオ番組、ね、明石家さんまさんや村上昇司さんとですね、えー、ラジオ番組されるほど、もうバラエティ性豊かな面白い子です。 でその彼女を、ねえーまあ、ラジオでいじってみようかなというのが、まあ、正直ございました。でプラスです、ねえー、彼女に関しましてはこの春のです、ね、花鳥風月というハロープロジェクトのコンサートの福岡公演実はです、ね、とあるセリフを言う場面で間違えたというネット上の情報がございましたので、まあ、それをもとにコンサートの話題について聞いてみました。 えー、ということで、えー、もう早速読みますね、えー。ラジオネーム、好きやねん、この3人組、高志親方ということでですね、えーまあ、今回読んでいただいたのが、ね、一番推しのチェルということで、えー、前回がですね、3年6組と、ただ好きな数字を適当に並べただけなんですが、今回は、本当にこのトップ3の推しが揃ってますので、もう素直な気持ち、好きやねん、やっぱ好きやねん、じゃないですけど、 この3人組と、まあ、うまい具合に、まあ、いから別としてですよ、えー、言葉遊びができました。メッセージいきますね。チェル、マリアちゃん、翌やん、こんばんは、えー、モーニング娘。の推しトップ3の3人登場とのことで、九州は大分から投稿しますということで、ここの文章ですね、えー、まあ、本当はですね、もうちょっと親方節を聞かせるんであれば、いや、まさにこう九州からもね、 ね「飛び起きて投稿してます」とかですね「死んでも死にきれません」という表現も使いたかったんですがまあそれはさすがにやりすぎだと思ってまあ九州は大分から投稿してますというね表現しましたちなみにこう読んでる時チェルはですねこれ九州のかなっていう話だったんですけれども、えーまあ、九州は大分ってまあ 細かい話ですけど日本語的には間違えてないですしもう私はもうねよくある「ただいま私がいますのは東京は葛飾区」みたいな感じで使ってます。あの全然チェル、ね、気にしなくていいですしあのね特に帰国子女ということもありますけれども、えーまあ、これもうちょっと言えばあの大分で大分といえばまあ余談ですけれども。あの おととしですね、2019年に USA 公演、ウサ公演を行ってますので、そのネタは僕はに良かったんですが、ややこしくなりますし、まあ私はあの、ウサの人間ではございませんので、はい。ということで、その下、ね、格好、順位は内緒です。ただ、3人とも大好きですと書いてますが、えー、この場でご紹介いたします、順位ですね。 1>, 1位、番押しがチェル、2番が横山、3位がマリアということで、これは2021年5月末現在です。これ実はですね、出会った順は逆なんですよ。最初に出会ったのがマリア。 えー、2019年の6月の、えー、全国同時握手会 ZDA で、えー、この牧野まりあちゃん、まあ、地元の大分や、まあ、隣の福岡県にもいらっしゃって握手しましたで最初にも惚れたといいますか、えー、好きになった出会ったのが牧野マリあちゃんでしたで同じ頃にですねその後出会ったのが横山であのちょうどですねセカンド写真集ねレイナイズ 18S2N か N2S かどっちかだったんですけれどもそれを まあ、要は初めてハローメンのです、ねえー、写真集を買ったのが横山玲奈ちゃん、えー、ですねあの当時、まあ、あの昔ちょっと好きだった猫にそっくりということでついつい買っちゃいました、まあ、同じ日にですねマリアの出ているあの雑誌も買ったんですけれども その後ですね、そのあとですね、本当、その3人で会ったのは本当、1週間、1週間、1週間ぐらいで、プロ野球交流戦、2017年にせかぱかダンスを踊った CM が YouTube にも上がってますけれども、そこで、野中美樹ちゃんにギモンをかえて一気に好きになったとね、中日のドラゴンズの番組で、レッツアップ、ファンダチームって、英語を喋って、何この子 すごいって英語がすごいから始まって調べていくうちに歌も上手くてで美しさにも磨きかかって頭の回転も良くて面白いっていうところでもう一気に知れば知るほどチェルの魅力が好きになって1位になったという現状ですで本文戻りますこの放送がされているときはハロコン花鳥風月公演は無事に終了されている 頃でしょうかということでですねそうでなければごめんなさいということですが、えー、まあギリギリですね5月30日にまあ福岡北九州公園でですね、えー、思って千秋楽となりましたね、まあ、ちょうどいい時期、ね、多分内容的にもそのタイミングと言いますか、えー、コンサートがちょうど終わる頃に放送ということで、まあ、もしかしたらタイミング的に良かった、ね、取り上げられたかもしれません。 えー、まあ,あの実際収録はもう5月の中旬で、えーね、あのメンバーたちも「花鳥風月公演、うん、終わってる」という体で行ってますとそして、えー、今回はこの花鳥風月ツアーについて質問です。 今回のツアーで忘れられないエピソードやアクシデントがあれば教えてくださいということで、えー、まあコンサートの話題というのはまあ、ね、彼女たちの本業ということと、えー、そしてまあアクシデント、まあ、よくあることですけれどもそういう面白いとかザックバランのエピソードなら読まれやすいかなということでテーマ設定をいたしましたで、えー、続きますね噂によると横山は福岡公園でセリフを言う場面で失敗されたということですが ど、どんまいということで、えー、これね、まあ、この横山がですね、まあ、とあるセリを言う場面で、あの、同じ言葉を繰り返したっていうのを、まあ、えー、ネットで見まして、それをね、まあ、横山やったらですね、こう、いじられてなんぼとかですね、えー、笑ってくれるかなということで、えー、提案をしました。えー、結論を申しますと、これちょっと、 とこの話題を出すのは私ちょっとし申し訳ないとか失敗したなということで横山ごめんなさいという思いは実はあります。ちょっと横山ムスッとした気がしますね。特にドンマイというね、私フォローしたつもりが。 ということで、何上から目線でこの親方言ってんのみたいに言われたかもしれませんが、ね。まあ、ちょっと、これは前も難しかったかなというところですけれども、えちなみにですね、私はその福岡公演の翌日の熊本花公園に参戦しました。あの動画上げてますので、ぜひご覧ください。結構好評いただいております。そしてそのね、熊本公園で、チェルと横山から元気をもらいましたと、一応これあの書いたのはですね、私も行ったよという報告と、 よくや家のさらなるフォローですね。えー、次の日、福熊本頑張ったねと。で、ねえー、元気いただきましたと。感謝の言葉をくえています。一方、マリアちゃんの月組公演は見られず。んね、残念、ごめんなさいということで。えーまあ、課長風月。まあ、残念ながら私、花公演しか、ね、見られませんでした。えーまあ 実に今収録している今日、えー、福岡多分鳥公園ですね、課長の、ね、鳥公園も行こうかなと思うも、当時考えてたんですが、まあ、コロナもございますし、ちょっと地元でですね、えー、私も予定があるので、今回断念したというところです、えー。最後ですね、コロナが落ち着いて、かつてのようにファンと一緒に声出しして盛り上がれる日が来ることを願っています。 ね、いつも応援します。ね、これからも応援します。頑張れということでですね、最後ね、コロナ禍での。の、まあ ね、復活収束を願いましたあのー、まあもまねたそもそもハロコン私まあ娘のですね2019年の秋ツアーではあの本当に声出しとかね「愛されたい愛されたい!」とかですね、えー、声出ししてペンライトも振って、えー、友達と一緒に見てたんですけれども、えー、2020年からはですね本当着席で声も出さずに、まあ、マスクをしておとなしく見守るというスタイルでしたけどもねいつかこのね、えー、3人のパフォーマンス見てまた盛り上がり まあ特にたいと私が15年ぐらいねぶりに、えー、ハロ落とに復帰したきっかけがまあまりちゃんとのね握手会でこの神対応だったというところもありますのでまあほかつてのような、えー、楽しいまあもちろん今も今ないまだに楽しいんですがより楽しいこうです、ね、盛り上がる、えー、日が戻ってくるようにということで、えー、メッセージをさせてきます。 締めさせて本当、えー、3人とも Thank you very much.Thank you too っでアルバムありましたけど。<noise> さあ、実際にちなみに、まあ、私のこのコンサートでの、まあ、なんかアクシデントとか忘れられないエピソード、今回の課長風月に関してですけれども、まあ、あのメンバーからかん、ね、どういう回答があったのか簡単にご紹介いたします。えーまず ですねえー、野中美希ちゃんチェルですけれども、えー、間違えてですね他の人のユニゾン部分を、ね、歌おうとしてたんですね、まあ、チェル自身がちょっと当初よりも速い位置からもうコーラスを始めようとしててでパートナーであるジュースジュースの工藤ゆ美ちゃんタコちゃんと目が本当は合うところなのに合ってないということで「あしまった私ちょっと一歩先のところを歌ってるわ」ということでだんだんとマリコね遠ざけて ドヤ顔でステージを横切ったというのが面白かったということですね。もう翌年それ見て笑うの、なんか、すんごい面白かって、野中さん何、ドヤ顔してるんですかみたいな話がありました。で、次ですね、マリア、牧野マリアちゃんですけれども、彼女は月組だったんですけれども、彼女ダンス部でダンスを踊っていたところ、 なんと靴がです、ね、ポンって一本、ね、片方が取れて実際はその靴下のまま最後まで踊り続けたということですね。で、まあ、余談ですけどそれがダンスが終わった時にですね、えー、ちょうどビヨンヌの里吉歌乃ちゃんの、ね、近くに靴があったということでそれをね里吉歌乃ちゃんが両手で、ね、マリアちゃんに届けてくれたのこれがねあのすごいはもう可愛らしかったという話ですね。 本当まさにシンデレラみたいに片足をね、靴を差し出すということで、これもね、アップね、よくあるね、ハープニングらしいというか、ね、面白い話ですね。そして、小山玲奈ちゃんですけれども、これまぁ実際チェルからの話だったんですけれども、えー、まあね、声が今から始まりますという時に、1曲目の前に、何度も衣装で付けていたこのね、ブレスレットのね、ビーズが、 パーンと弾けたそうですね。そしてビーズが舞台上にもうね、転がね、散らばって、ね、もう始まるということで、まあ、みんなで、こう、メンバーで足でね、片付けたというね、話もございますけれどもね、これはね、またね、一曲目というところでですね、いうのにかなりこうね、焦るところですけれども、まあね、ほんといろんなね、あ、クシデントもね、ありますけれどもね、まあそれもね、あのメンバーおっしゃってましたけど、 ね、これも全部思い出だということで、ね、前向きに捉えていただければというふうに、なんか私はなんか勝手にしそうかとしてますけれども、まあ、こんな、えー、ですね、内容のアクシデントがあったということが発表されました。出席番号、好きやねんこの3人組、高橋親方です、えー。いよいよ下校の時刻となりました。えー、最後に、えー、感想です。えー、まずですね、えー、もう何と言ってもこの、おうちの3人組にね、呼んでいただいた、ね、 これは本当にね、もうパーフェクトにですよね。もう本当、この上なき幸せでございます、ね。本当にありがとうございました。Thank you very much. そしてですね、えー、今回はテーマ、れアあのアクシデントのね、ネタということで、まあ私も投稿させていただきました。まあ今思うとですね、この少しですね、えー、こうミスに関する、まあ要は若干、まあ盛り上がることでもあり、逆にちょっと、ね、ネガティブな内容にもなりますので、えー、まあミスをね、いじった、ね、横山をいじったのはちょっと、えー、失礼だったかなというところでね、チェル、おんあごめん、ね、横山、本当ごめんなさい。 ねえー、名前も間違えてごめんなさいね。<laughs> えー、まあやっぱりこう明るい話題もいいのかなということですね。えー、そしてまたいつかこの3人のですね、生のパフォーマンス。えー、今回、カッチョですね、風月、ね、分かれてまして、えー、3人同時に見ることができませんでした。あの 冬のハロコンではですね、実はあの、まあ、たまたま2グループともね、同じで、3人同時に見ることできたんですけどもね、まあ、いつかね、今度娘単独とかでも見たいですよね。そしてね、えー、石由美者読みちゃんにたかし君とまた呼んでいただければというふうに思います。えー、ということで、えー、ですね、まあ、個人的な話題ではございましたが、えー、最後まで、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えー、まあ、モーニング女学院はですね、えー、毎週土曜、まあ、日曜に入って、 すすすぐででね時、えー、時から30分間、えー、ラジオ一応2時で放送されています、えー、次回のですね、メンバーは変わりますが、えー、実は次回も、えー、投稿はしてますが、えー、まあね、学校の投稿とメッセージの投稿ですが、えー、今回とは違う形で投稿してますので、さあ、呼ばれるかどうかというのはちょっとわかりませんが、ね、楽しみでございます。えー、こうやって、あのー、本当ね、 えー、モーニング娘。メンバーにと、直接こう、ふりある意味では触り合える。本当はこれは楽しいことですし、ありがたいことだなと思ってます。えー、次回こそ明るい話題をですね、提供できるように、えー、日々過ごしてまいります。えー、ということで最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。 よろしければ、えーね、今回、あんたすごいやんとかですね、やっぱモーニング娘。いいなと思ったら、よろしければ、いいね、高評価、よろしくお願いいたします。そして、えー、引き続きですね、チャンネル登録も、ぜひ、よろしくお願いいたします。えー、ハロープロジェクトの話題、まあ、こう、ネタがまたね、あれば、えー、6月、まあ、末にはアンジュルムの新曲もありますので、えー、また投稿したいと思いますので、どうか、引き続き、よろしくお願いいたします。 それではまた今日も推しのために働く。